障害者などに強制的に不妊手術が行われていた旧優生保護法の問題で厚生労働省は同意のもとに行われた不妊手術についても被害を調べる方針を固めました厚労省は昨日の与党の会合で旧優生保護法により行われた強制的な不妊手術の件数や個人が特定できる情報が残っているかどうかなど具体的な調査内容を提示しました この中で調査の対象を強制的な手術だけでなく本人が同意したとされる不妊手術にも範囲を広げる方針を明らかにしました調査内容は26日にも都道府県などに通知して6月末までに報告を求めますまた手術をした病院や障害者施設にも当時の記録が残っている可能性が高いとみて資料を保全するよう要請する方針です